じゃあ行きましょう。早いんで。が、はい、中2の、あ、ごめん、高2の女子高生。だいぶ間違えましたね。どっちですか？高2の女子高生なんですけども、はい、今日新潟から来られずに頑張って学校に行ってます。将来ヤクルトに就職したいって言うんですけども、どうしたらいいですか？なるほど、娘さんが今高校2年生でヤクルトファンなんですよね。で、将来ヤクルトに社員として球団将棋と入りたい、縁とこれだそうです。で、今日スタッフいるんで、よかったのうまくコネクションを使ってもらえればと思うね。本当は娘さんも来たかったけど、さすがに学校はサボれなかったということで、あ、あの、実は差し入れも娘から預かってきてもよかったら、あ、じゃあスタッフ受け取って。新潟お土産ですか？タイの土産です。なぜかタイということでありがとうございます。じゃあ後でいただきます。